壊されたら終わるのよ。そう、この子たちだったとしても、ほら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 、あー残機1、残機1、残機1、1個も破壊できておりません。はい、皆さん、こんにちは、丸谷彩乃です。スプラトゥーン3サイドオーダー続き遊んでいこうと思います。前回は、ハッチさんのね、パレットを使って今登ってきているんですけど、パレットにセットできる数がね、めちゃめちゃ少なくて、残りあと1個しかセットすることができません。ということで、遅くした敵ダメージ、メインショット塗り、ドローントルネードかどれかになるんですけれども、メインショット塗りかなぁ。遅くした敵ダメージもでも欲しい気もするけれどなぁ。これにしよう。遅くした敵ダメージにします。まあ、どこまでいけるかね、わかりませんけれども、残機もね、2個しか、もうないのでね。まあ、いけるところまでいきますか。ポータルを、壊せー！ということでね、ここはね、まあ、なんだかんだ難しいところなので、連射速度アップね、入れたから、いい感じにね、できたら一番いいけれど、あれなんだよね。しんどいんだよね、どっちにしろ。こう、アーマーがね、ないから、どっちにしろ、ちょっとでも破壊されたら終わるのよ。そう、この子たちだったとしても、ほら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 、あー残機1、残機1、残機1、1個も破壊できておりません。チビちゃんとはいえね、油断ができません。今までは大丈夫だったかもしれないけど、今も大丈夫じゃなくなってますからね。全然大丈夫じゃない。全然大丈夫じゃないので、こう、うまくね、この破壊できれば一番いいんだけれどね。そうそうそう。爆発ダメージとかもね、入れてるから。待って待って待って、インクがない。インクないので、一旦。よいしょー！待って！よしよしよし。とりあえず、インク回復しながら、インクパチパチも入れてるから、インクパチパチの効果とかも、うまく利用しながら、行きたいですね。はい。一旦こっちに行くことにより、チビちゃんたちはね、こっちにね、集中しますから。よしよしよし、いいよ。で、アーマーゲットするからの一匹来た。一匹来たね、一匹来たね。はいはいはい、いけーいけ、オッケー、一個は破壊できた。一個破壊できたけど、その次なんだよな。ね、こうやって来るからさ、で、下からも絶対来るでしょう。上だけじゃなくて。絶対下からも来るから、ちょっとね、そこだけがちょっとしんどいかなって思うのと、伸びるメンテさんがいるのが本当にしんどい気持ちでいっぱいですね。はい、スペシャル動画量アップ大事ね、これ。いけー、いやったーい。ギリギリセーフすぎる。でも残機あと1しかないんだよな。自販機来てもね、回復のやつなかったもん、さっき。あ、ここから真珠になるわけですね。普通、普通。これでもスキップもできるけど、真珠使うんだよね。動き回る砦のフロア。もうとりあえず簡単なやつで一個簡単なやつ。とりあえず20回まではね、到達したい気持ちです。まあ、20回のボスが何かもわかりませんけれども。どっちがいいんだろうなぁ。あやなの実力を考えて、絶対やってった方がいいと思うんだよね。と考えると、何が一番正しいのかわからない。何が一番正しいのでしょうか。あ、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。この子たちからは、なるべく逃げていきたいので、ジャンプしながら。はいはい。おっと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 。いやー、やばいよー、破壊されてます。あー、来ないでー、来ないでー。あー、破壊されてるんです、今。でもらっていいですか。ちょっと変わりますね。インクパチパチの効果でね、いろいろこうダメージは入っているようには見えますけれども、これはそうとして、これはこれなんだよ。よいしょ。君来ないで、飛んでこないでください。いけー、よっしゃい。17回も無事クリアですね。ちょっとヒヤヒヤします。いや、攻撃力つく、あ、もう難しいばっかり。来ないでもらっていいですか。
キップします。スキップすると、難しいかさ、ひたすら投げ込まれる窮屈のスロア、これ難しいんだけれど、トラブル激ムズでしょ。あやのの一番苦手なところだけど、ちょっとここをクリアしないと20回には到達することができない。じゃこれでね、もうゲームオーバーになっちゃったら、ちょっと一回ね、見直します。ハッキングを見直してどうするかね、決めていきたいと思います。よいしょ。ここはね、もうね、敵を倒すとかじゃなくて邪魔する、そういう感じでいこうと思います。これ上に乗せたらね、これ攻撃できるし、あの子たちをね倒すことができるから、なんとかなると信じてる。そう、いっぱい来るんだけどね、いっぱい来るんだけど、とりあえずボムさえ投げとけばなんとかなるかなっていう気持ちではあるよ。そう、こうやってね、いっぱい来るけどね、はい、カプリチョーソさんがね、こうやってね、邪魔してくるけれど、なんとかね、ああやってすればなんとかなるかなって気持ちではあるよ。やばい、カウントが、せーい、カプリチョーソさん来ないでください。来ないで、カウントストップ、カウントエリア OK。で、こっちも向こうと同じように、やったー投げたらいけるよねーって言おうと思ったら、もうとりあえず防衛するので必死で、時間見てなかったよ。よかったー。ということでね、次20回来ました。ボスが何なのかによってアヤノーの勝敗が分かれます。残機は1、果たしてアヤノーは倒せるんでしょうか。マルチャーレ20回マルチャーレか。ちょっと普段はね、結構ガンガンに攻めれるけど、ボム投げてくるから、とりあえず一旦逃げれる要素をまずは用意しとこうかな。じゃないと多分しんどい気がする。逃げれる要素を作りつつも、オッケー、攻撃もしつつ、ただし敵がいっぱい来るからそこだけを注意。よし、これもいつもは何も考えずに当たっちゃうけど、今当たると死ぬから、とりあえず地面をしっかり塗って敵を欺くところからやっていきたいと思います。これカプリチョーソさんとかね、いっぱいいますからね、これね。はい、で転がってくるから、はい、転がってくるのをうまく避けていきたい気持ち。はい、爆発する。1回目の爆発は大丈夫なんだけど、それ以降の爆発がね、ちょっとしんどかったりするんだよな。どう、閉まっちゃったけど、慌てずしっかりね、倒していくことだけを考えていこう。とりあえずね、敵が動いてない間は敵も湧かないから、一旦はこの間にしっかり地面を塗って逃げれる道をね、確保していこう。ありがとう、姫先輩、ありがとう。ドロートルネードをね、今入れてるからね、一個。あ、来た。で、これが来る、で、来てから多分ね、2回ぐらい来ると思うけど、あ、まだでも1回か、バレてないからかな。はい、ここで1回しっかりと着地をするからの、我々いけー、やーれー、頑張れ、オッケー。よし、とりあえずバンパー一つ目破壊することができた。で、こっから、そう、あれもね、当たると絶対にやばいから、しっかり避けていかねばならん。
らに、あーでここからねこの子たちがやってくるからしっかり破壊する。はいはい、オッケー。破壊してしまえばね、あとは何とでもなりますからね。とりあえずはありがとう姫ちゃん。とりあえず一旦は大丈夫、一旦はしっかり見ながら避ければなんとかなる。で転がってくるから、転がってくるのを一旦避けなければならない。加速が欲しいなという気持ち。あい、これ2回目来る。多分2回で終わると思うんだよな。危ねー、怖すぎる。せーい、いいよ。とりあえずしっかり塗りつつも敵のことを攻撃していきたい気持ち。よいしょ。でいっぱい来るから、そのいっぱい来るたちをとりあえずインクパチパチでなんとかね撃破していきたい。こっちまで来る間にねきっとインパチで撃破できてるはずだから、とりあえず一旦逃げることを専念する。攻撃当たらないようにね、まずは攻撃当たらないことを優先で、たくさん地面を塗ってる間にスペシャルも溜まるから、しっかり地面も塗りつつインクも回復していく。そう、こうやって溜めてるうちにこれチビちゃんたちしかいなくなるからね。オッケー。でチビちゃんたちしかいなくなってる。で、あのでかい子たちがね地面を塗って邪魔をしてくる。で、邪魔してくるけれど、よいしょ。で、ね、押して、あー来た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 、やばいです。地面塗るところがない、地面塗るところがない、怖いよ。よいしょ、ほとんど地面が真っ黒、やばいんですけど。せーい、いけー、やばい、来た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 、アルペジオ、アルペジオくん来たよ。はい、アルペジオくんは真っ先にとりあえず倒すことを優先。はい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 。でカプリチョーサさんも来るから、カプリチョーサさんもしっかり倒してく。やばい、インク不足です、やばいです、やばい。アーマー回復して、アーマー回復して、いけ、とりあえず先にここにいる敵をなんとか倒すことを優先。姫ちゃんありがとう。危ない、アーマーがないだけで本当にしんどい。いつもどれだけアーマーに助けられてたかすごくわかる。敵のダメージもね減らしてたから、それもね相まってすごくしんどい。はい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 。でね、こうやっていっぱい来る、でこの子もとりあえず倒す。いけー、よし、オッケー、倒してからのセイと、ベイブレードくんが別のところに行ってしまわれましたけれども、はい、ここに回ってくる。はい、怖いよ。で、こっちに来るでしょ。いやー、向こうに来る、来ないで、来ないで、危ねえ、やめてくれ、マジ怖いんだが。随分小さくなったけれど、こっからが勝負ですよ。油断禁物です。こっからどんどんしんどくなるからね。そう、アルペジョくんも来るけれど、それだけじゃない、あれもねすごいいっぱい来るからね。地味に転がっています、地味に転がっています、地味に転がってますけれども、攻撃攻撃攻撃するです。やばいやばいやばい、逃げてー。あーあーやあー、引かれてしもうたー。そうか、え
どうしよう。くーダメだった。ちょっと頑張って20回まで行こうと思ったんだけれど、ダメでしたね。19回で終わっちゃった。悔しい。いや、逆に、パレット6の、ちょっと今までと同じやつやったらどうなるんやろ。よし、カラーチップ6。で、ほぼほぼ全部、埋めました。今までと変わらない。攻撃力とか、そういうのは、全部、一緒のまま。ただ、カラーチップが6枚しか入れられないよっていう感じですね。よし、20回まで来ましたよ。さあ、20回以上やるのはいけるんでしょうか。ちょっと緊張しますね。なんとか20回までは来れたけれども、閉じこもりと反発。オッケーオッケーオッケー。これで、どうなんだろうな。まあ、一応残機もいっぱいあるし、攻撃力もいっぱい上がってるけれど、カラーチップがない分ね、どれぐらい威力が下がるかですよね。6個しかないからね。まあでも立ち回りとしては変わらないから、とりあえず一旦ね、地面を塗ることを優先して、こうボムとかね、当たらないように、した方がいいのかなといったところですね。この相手からどこ行くの。はい、どこ行くの。めっちゃ上まで行ってたんだね。めっちゃ上まで行ってましたね。はいはい、ここをね、しっかりね、クリアすることができたら一歩前進ですからね。はいはいはい、さあ、たたたたたたた、ここ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 。はい、で、ベイブレード君はいち早く、はい、倒していく。で、こっからマルチアレさん転がってくる。で、最初は1回だけだよね。で、2回目は開くと2回になる。で、3回目は3回開いて割れるみたいな感じだから、次転がってくる時は2回転がってくるから気をつけないといけない。はい、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 頑張れー、頑張れー。今回ね、メガホンレーザーにしてきたからね、ウルトラ着地だと跳ね返しちゃって遠くに飛ばしてしまうけれど、多少マシかな。あと、ラッキーボム確率を2個入れてるから、割と良かったかもしれん。意外と。意外と意外と良かったかもしれないよ。どうですか？オッケーよー。やっぱレーザー強いな。レーザーはいいね。はい、アルペジオさんはしっかり倒す。で、マルチャーレさんが、ちょ、この子は。はい、はいはい、いいよ。順調です。ここまで順調。やっぱ大事だよね、攻撃力。まあ、カラーチップそんなに言って積んでないけど、ハッキング大事。こうやってね、綾乃みたいにゲームが苦手な子でも
ちゃんと倒せるようにこう工夫していただいてるのがとてもありがたいなって気持ちでいっぱいですね。あやの本当にゲームが得意かって言われたらそんなことはないから、こうね逃げ道をちょっと用意していただいてるの本当にありがたいな、任天堂さんって感じ。はい、よっしゃーい。レーザーがね追いかけてくれますからね。よいしょ。言うてね、ハッキングしててもね、超難しいけれど、でもさっきより全然立ち回れてるから大丈夫。あとラッキーボム確率でだいぶ助かってる気がする。よしよし、あー、こないでもろていいですか。よいしょ。で、これで、はい、どうですか。よっしゃー、やっと20回クリアした。やっとクリアできたよー、よかったー。こっからだね、こっから20回から30回までが問題よ。とりあえず自販機出てきたらもう自販機寄ります。とりあえずクリアすることを最前提にします。クリアをしたい、クリアしてしっかりね上に進んでいきたいと思います。緊張するなぁ、汗だくです。あやの今緊張しすぎて、弾ける真っ平らな、もう簡単でいい、簡単でいい、もう簡単でいい。難しいのはね選択しない、難しいもんだってカラーチップがないだけですでに難しいんです。こっから難しさを選択はできない。はい、よー、あーでも油断禁物、簡単なステージというね、簡単なステージという難しいには変わりないからダメよ、油断禁物、あ、油断禁物よ、はい、油断禁物です。あと残り30カウント、頑張れー、カウントストップされるよ、火つけないとあかんよ。よし、アーマー欲しい、アーマー欲しい、いけー、よいしょ、オッケーオッケーオッケー、残り21、あでも今ストップされたままになってるのか、それは困る、それは困りますので早めに止めてしまいたい気持ちだけど、いけー、ちょっとカプリチョーザさんはどうにか旋風やばいのか、よいしょ、オッケー、確保確保、いいよ、しっかり確保してカプリチョーザさんを倒す、いけー、あともうちょっと、 OK、 22回クリア、うしうし、頑張れ、うどん負けるな、うどん、やればできるぞ。凄まじく大きく下がって、今日は難しい、反射しても飛来しても守り抜く日本橋のフロア、はい、わかった、分かっただけど、スキップしてもいいんだよな、スキップ。でもゲームだからね、ちゃんとクリアしたいなっていう気持ちと出会いの葛藤です。ちゃんとクリアしたい気持ち、あとはちょっとし気持ち怖いなっていう気持ちと、ちょっとね2個ありますね。いけーい、怖いんだよなここ、上からカプリチョーザさん来るし、ね、いやー、いっぱいいるよ。はい、カプリチョーザさんはいち早く倒して、ここでしっかり守っていきたい。難しいよ多分、普通にめちゃくちゃ上手いゲーム実況者さんでも苦戦してたかもしれない、もしかすると知らんけど。で、アルペジオは本当にいらんから、先にこの子をなんとしても倒す、いくよ、残りあと40カウント、上からカプリチョーザさんが来るから、なんとしてでも先に倒す、やめてよ、せっかく埋めたのにさ、埋めるのやめてもらっていいですか、よいしょ、はい、はい、
けーい、カウントストップされてるよ。よいしょー、こないでもらっていいですか。よし、エビアンカップ欲しつつつもー、よしよ、ラッキーボム確率でなんとかなっている。あと残り14秒、いけるか、あと10秒、頑張れ。あのお世話せ、あのやればできる。よし、23回無事クリア。もうやだやだよ、難しいでしょ、難しいです。スキップします。激ムズはさすがに無理。でもフロアリセ…あ、フロアリセットやった、フロアリセットあるじゃん。そういや、じゃあフロアリセットしよう。フロアリセットの方がスキップより全然いい。難しい難しい。あ、楽しげなやつがいい、楽しげなやつ。よし、終始跳ね続けるジャンプロマーはね、楽しいからね。とはいえちょっとすごいドキドキしてる。カラーチップが今までない、本当にカラーチップとね、ハッキングに出会えの今まで本当に助けてもらったから、このね、助けてもらってるのはいいけれど、やっぱりね、自分の力でも倒せるようになりたいというのが、まあ正直なところ、正直ね、正直なところを言うと、自分の能力で倒していきたいっていう気持ちはあるけど、エアノンはそんなね、実力はないから、そこはね、自分のキャパをオーバーしちゃいけない。何事もね、そう、何事もキャパオーバーって良くないからね。よっしゃい、オッケーイ、24回クリアよし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 、ふー、じゃあ自販機ね、ここはもう自販機入りまして、フロアをスキップしていきたいと思います。はあ、緊張するよ。なんかあるかな、自販機。ないね。ないね。いや、メガホンレーザー来てよかったな。来なかったらちょっとしんどかった気もする。真ん中に大きな屋根付きのフロア。普通行こう、普通。普通か簡単行こう。難しいは下手に選ばない。勝ちたいから。最後のコダコちゃんのストーリーを見たいから。これで終わるのかな。滑空しない、いえ滑空します任せて、滑空しないなんてことはね、無理です。よいしょよいしょ、はい、しっかりね、よいしょ、しっかりインクも回復しながらいきましょう。無理禁物、無理は禁物です。よいしょ、はい、フルチャージ、いけー、いいよー、頑張れー、いけるかいのー、負けるないのー。よいしょ、はい、一旦ね、ちゃんと逃げ道も確保しつつ、逃げつつ頑張れ。そう、逃げることも大事、時にはね、逃げることも大事、攻め続けることも、頑張り続けることも大事。でもね、それだと疲れちゃう。そう、疲れちゃうの。だからね、たまには休むことも大事。一休み、一休みが大事です。あとどこ行っとこう。はい、あと一個を探す旅に出ましょう。あと一個を探す旅に出てきます。あと一個ね、反対側にあるんだよな。それはね、存じております。存じておりますけれども、そっちまで行くのが大変ですね。はい、どん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 追いかけられてますからね、います。あらてて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 て、はい、いけー、メガホンレーザー、いけ、よし、オッケー、ふぅ26回も無事クリアできました。よし、狙われてに狙われる日本橋のフロア、大丈夫、きっといける、普通だし、普通ならいける。いや、こだこちゃんに会いたいからね、いち早くここね、ボールを運べ、ボールは頑張ろう。どうしようかな、どうやって行こうかな。
使えますね。これはね、あっちまで運びたいんだけれど、敵がね、いっぱい言いすぎてて、ボールがね、大渋滞してますね。これ上に入った。あ、それも行った。オッケーオッケーオッケー。クリアしたと思う、多分。めっちゃ、ビルメンテさんがこっちを見てる。よしよし、いい感じに終われたぞ。無理しない。難しい、難しい。フロアリセットしまーす。狙われるすべてがでかい巨大門のフロア。これ行くか。難しいだけど、まあ、なんとかなると信じて、最高記録更新中。あ、ここね。はいはいはい。これは上から攻撃していきたいですね。上登れなくなるんだよね。一番最初に上を攻撃しておかないと。下はね、なんだかんだね、なんとか行けなくはないんだけれど。はい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 。アイラッキーオム確率のおかげで、なんとかなっております。よし。これはね、もうどこもかしこもでかいのよ、このポータルさんが。いけー、メガホンレーザー。オッケー、あと1個。やっぱメガホンレーザーはね、遠くからでもね、攻撃できるのが本当に最強すぎますね。はい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 、いけ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 、いいよいいよ、頑張れ、押せ押せ。でも数えて無理しちゃいけないよ。よし、オッケー。あー、28回は無事クリアできました。くー、あと1回あと1回あと1回で頂上よ。自販機ありがとう。29回自販機来てくれた、ありがとうございます。本当はしっかり倒したかったけれど、じゃあまずクリアすることをね、全クリを目標に頑張りましょう。いろんな困難にも立ち向かってきた。使った武器も使ったことないやつも全部頑張ってきた。さあ、いよいよだね。ハチさんのパレットの再生点が割れはもう安心です。ハチさんも先輩もミツさんも本当にありがとうございました。そういうの全部終わってからでいいんだよ。大事なハチのパレットきっちり再設定しないとな。っしゃ、行くぞハチ。ということでね、コントロールームコタコちゃんの場所に行きました。まだ油断できませんからね、残機あるとはいえクリアできると限らない。30回コタコちゃんです。コントロールームここはクリアできるといいな。来た、コタコちゃん。ついにそのパレットを持ってここまで来たですか。ハチのパレット再設定させてもらうぞ。そのパレットで終わり、コタコも覚悟を決める時が来たのです。ハチ、自分自身のパレットをかけて全力で向かってくるといいのです。さあ、この戦いに決着を。ガオー、よろしく。ラストオーダーって書いてある。本当にラストなんだ。オーダー、サイドオーダーじゃなくてラストオーダーになってる。オッケー、では始めるんですよ。始めよう、最後の戦いを。でもさ、最後の戦いっていうことはさ、いろいろ多分しんどい部分もあると思うんだよな。よし、ポータル。うわ、ノビルメーテがいる。ちょ待って、ノビルメーテさんこんなとこにいなかったでしょ。ダメよ、ダメですよ。ノビルメーテさん、エンドのことお邪魔しては。よいしょ、いや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 、セイ、オッケー。でこれでここに来たら、まずここに準備回避してからの押し込み。はい、レーザー、オッケーオッケーオッケー。でレーザー来たでしょ。レーザー来たらまた次にね、ポータルくんが出てくるから、ポータルくんを壊す。あ、いった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 ありますね、こっちに。で向こうはもうある程度塗られてるから、勝手にね、多分壊れてくれると思う。勝手に、そう、勝手に勝手に。よし、 OK。 じゃああとは逃げ道をね、しっかり使いつつ、もうどんだけね、ここでねレーザーにやられたかわからんぐらいね、レーザーにやられてきましたからね。
はい、ノビルメンテさんがいるのがちょっと気になりますけれども、はい、しっかり攻撃していく。よよ、無理はせず、無理はせずにこっちに来るからね。はい、ノビルメンテさんをいち早くとりあえず倒すと。で、残りあっちにあるからあっちに行く。でスペシャルは温存、スペシャルは温存です。はい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 、やめてください、やめてください、やめてください。いや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 、いじめないで、いじめないで。いじめられてると思ってるのはこの子ちゃんかもしれませんけれども、いじめないでください。あやのは一生懸命です。よいしょ、はい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 、いっぱい来たね。インク管理もしっかりしましょうね。はい、頑張れアヤノン、頑張れ。あともうちょっとだよ、あともうちょっとだよ。ナイス、いけー。うわー、こだこのマリアが、いけ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 。やっぱちょっと若干さ、あれだね、パレットのさないから、いつもはね、レーザーでもう攻撃できてたけど、レーザーだけじゃ無理だったっていうことは頭に念頭に置いてやらないとしんどいね。よいしょ、ね、ここにいっぱいいるから、いっぱいいるでしょ、こうやってね、ラッキーボム確率とかもいろいろ。はい、サメさんどっかやめて、サメさんどっかやめてください。はいはいはい、逃げる逃げる逃げる、たまには逃げることも大事です。逃げるはずだから役に立つ、逃げてもいいの。そう、来た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 、ハイプレ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 の音がします。ハイプレは逃げましょう。どこまで来るハイプレ、おお、ギリギリ、いいよ、頑張って。アヤドンは逃げない、逃げることも大事だけど、アヤドンは決して諦めません。アヤドンは諦めません。ペペペペペです、ペペペしないでください、ペペペはやめてください。きたー、いっぱいいますね、いっぱいいますね、いっぱいいますね、はい、いっぱいいますね。おい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 よ、いやー、ちょっとカメライドはやばい、カメライドはやめてください。一回使うか、大変や、ちょっとレーザー使います。レーザー使って、あと1個かな、これで最後、これ最後かな、どうだろう。はい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 、いいよ、スペシャルゲージの溜まるやつがあるよそこに。はい、いいよ、アーマーも出てきました。おい、いけー、ラーチ姫ちゃん、ありがてー、ありがとう。これ以上まずいのです。あったあったあった、はい、オッケー。あとはこだこちゃんに攻撃先しよう、攻撃先しながら先に攻撃当てて、ハイプレ当てる、レーザー当てながら攻撃していく、いけー、頑張れー、頑張れー、いけいけー、やったラストオーダークリアー、よし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 、こだこちゃん、ありがとう。これでよし、ハシさんのパレットついに再設定できました。やれやれ、ようやく問題解決だな。これで終わってしまったんですね。お前、うん、あなたたちの勝ちなのです。コナコもやっと観念したみたいだな。これからね、リバースはイーダが設計した通り、タコたちを救うための世界になるですね。地図上のゾンダみんなの願いは叶えられなかったですが、この塔でモスとして生きていくのも悪くないのです。コナコ、あなたたちが何度も来てくれて、コナコは本当はちょっとだけ、嬉しかったのですよ。皆さん、現実世界でも達者なのです。勝ってもたまん
遊びに来てくれると嬉しいかもです。え、かわいい、こなこちゃん遊びに行くで。ということで、なんとか30回まで無事クリアできました。わあ、カラーチップ6枚でもいけるもんだな。頑張った出会いの、えらいえらいぞ。イーダの開発日記、オクタシューターレプリカ2つのゲット、パレットの再設定も終わったし、今度こそ全部解決だ。やったな、ハチ。これで現実世界はもう大丈夫だけど、まあたまにはこの子のやつに会いに行ってやるか。はい、ということで、全部パレットが埋まりました。ここまで温かく見守ってくださり本当にありがとうございます。なんとか無事、使ったことない武器もたくさんあったんですけれども、無事クリアすることができました。この子ちゃんともね、和解することもできましたし、ハッピーエンドですね。ということで、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。また見てね。